ペコーラとでちょっとマリンで東日本西日本で分かれてご当地をねちょっと取り寄せたりとか買いに行っても、うん、タペコなのでそれをねみんなでちょっと食べてまあちょっとわちゃわちゃできたらなと思うのでじゃあ早速、はい、ペコーラの東日本は？あ、早速ねそっちからねいいペコですか？行きましょう岩手県ペコーラが用意したのは岩手ってなんだね、なんだと思うペコ？ちょっと考えてみてペコ岩じゃないやっぱり岩かってだよね、うん、そうだよこの二人の会話はあんま難しいなペコじゃあ正解言いますよ、はい、岩手県のご当地はこちらドゥーレンカモメの卵え、これ知ってる？知らないえ、ペコーラこれお菓子なんだけどカモメの卵ってそう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 安心したえ、マリーさカモメの卵知っとる？え、知らない初めてええこれ結構有名じゃないカモメの卵よく知ってるねどれをどんなのなんだお願いしますポジションあるんで卵系なんだ材料はミコのおすすめのクシムお母さんに送ってもらったのでじゃん黄金のカモメの卵これカモメの卵っていうのがミコおすすめだよって言ってたんだけどねこれね、みこね、もう本当に、なんかミニカモメの卵とかちっちゃいのとか大きいのとかいっぱいあるんだけどね、もうね、マジでね、大好きでね、よく食べてましたね。あれ、すいません、カモメの卵を我が家に置いてきた。嘘でしょ？他にもいっぱいあったじゃん、ちょっと見るわ。カモメの卵。見ています。ありましたすみません、すみません、こちら。カモメの卵ミニこちらちょっと開けてみますね。ミニの。マジ白まんじゅうみたいなでもチョコレートがコーティングされているみたいですねチョコレートコーティングスイちゃんチョコレート苦手ですね終わったあ、大丈夫です食べます一口ですからそうです一口なのでね、はい、この企画に一番向いてないそうそうそう一番向いてないだけどもしかしたら今日はねこれで苦手を克服するかもしれないありますね、うん、だってペコーラそうはい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 どうぞあ、サンキューありがとう。はい、どうぞ。ありがとうございます。なんだろう。どうぞ。はい、そう。え、なんだろう。今からカモメの卵、じゃあ食べてみましょう。チョコレート。え、見て、卵やん。え、本当にただの卵じゃん。え、本当だ。あ、でもホワイトチョコで中がカステラ生地。あ、本当。なんかチョコだこれ。え、気になる。それじゃあカモメの卵、じゃあいただきますよ。はい。いただきます。和風ですよなんか。あ、和風の感じなんだ。美味しい。あんまりチョコっぽくないかも。うん。ちょっとお饅頭に近いね、本当に。え、皆さん食レポ上手ですね。めっちゃ美味しいこれ。これぜひ皆さん、岩手行った際にも買った方がいいレベルだと思います。これうまいし、多分さ、もらっても嬉しいね、これ。美味しいから。